こんばんは、平井弘明です。ダフリ悩んでないですか？ダフリヘアウェイウッドが右チョロ、右トップ、浮かない、たまにシャンク、悩んでる方いらっしゃいませんか？その動画撮っていきます。平井弘明のワンナップゴルフ。そもそも一つ大きいことはバックスイング回しすぎなので、その回しすぎの中に2つあって、右膝をこうやって引くの、バックスイング上げるときに。これアドレスじゃない、アドレスで悪い右膝いくよ、こうやって引く、背中側にね。そう、後ろに引けちゃうの、背中側に。それでバックスイングを取っちゃう人、あとは右腰がこうやって引けん、要は一緒よね、右膝と。そう、要は連動してるからさ、ここでこうやってバックスイングを取る人は、さっき俺がいくつか言ったミスショット相当出るから、右サイドをポジションを変えない方がいいんだよね。で、後ろ向くのって上半身を回してもらいたいの、ね、だからベルトと上半身の捻転差ができてる方がいいわけ。これ下行ったら捻転差も何もないじゃない。そう、一緒に行っちゃってるから。でましてはえば背中側に行ってるんだから、こうやってバックスイングしてるのと一緒だ。これダメじゃない？だってさ、こうやっていったらこうやって戻んなきゃいけないじゃない。打ってみて。いや、で、右出るでしょ、右ちょろ、戻らない、戻れないから。マジで生まれて初めて言ったから俺。ごめんなさい、もう一球チャンスちょうだい。無理、野球じゃないんだよ。そう、そうだから、ほとんど下半身っていうのはあまり動きを加えないで、上半身の捻転に対して少し動きを補助してあげるぐらいの意識。これ止まってないといけない、このままアドレス取って上頑張るじゃない、上頑張って下を最小限の回転に抑えてあげてバックスイングを取ってあげる。この位置なのかこの位置なのか、これの差。そう、この位置なのかこの位置なのか。そう、これで下のパワーの溜まり具合って相当違う。そこが違うと飛距離が断然に違うから、そのバックスイングができてないとダフリチョロヘアウェイウッド上がらないが平気で出る。めっちゃくちゃ出る。だから逆を言えば、ヘアウェイウッドを当てたい、球を上げたいとか飛距離出したいとかクラブを戻したいんだったら、下半身をなるべく使わないで上半身の回転だけでボールを打ってあげる練習をした方がいい。言っちゃえばベタ足手打ちだけどね、に近いことなんだけど、そんなようなニュアンスで打ってもらった方がよっぽど球は当たるから、うん、そう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 、肩回転のイメージの方もいれば、こうお腹周り回すイメージ、何でもいいんだけど、とにかく上半身で打つだけ、そういう練習をした方がよっぽどいいから。本当に当たんない当たんないって悩んでる方に多いポイントね、今の右膝と右腰。回してるじゃない、もう引いちゃってるから、引いたら押さなきゃ戻んないから、スイングにその動き必要ないから、それでミスを生んでるのね。そう、それね、すっごい大事。上半身だけ回せば捻転差ができるから勝手に戻すじゃない、だからインパクトに集中できるし、クラブを振ることに集中できるから飛ぶんだけど、自分が一緒に回ったら自分が戻してあげなきゃいけないから、逆に加速できなくて飛ばないのよ。でもほら、下半身リードしないといけないから。そうね、そうね、そう、下半身リードしないとね、しないといけない。そうそう、でもね、でもあれだね、確かにリードするんだからさ、うん、後ろに回すのとは違うね、話は。確かにそう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 、リードするんだから、そう、先にちょっと動かせるって話だね。そうそう、で、リードするんだったら、こう、まあ、横にこうやって動くなり、常識の範囲内でこうやってグッて動くんだったらいいけど、こう引いちゃったらもうダメだから、うん、だからこうやって横に乗っといて、もう こうやっていける状態を作っておいた方が飛ぶから。いろんなスポーツでもそうだと思うけど、一旦こうやって向いてこうやってまた戻るのってなかなかないじゃない。ねえ、球技の場合さ、探せばあんのかもしれないけど、まあ、一般的にはないじゃん、探しても。
だからそういうのがゴルフでやっちゃうといい動きとは言えないよね。難しくなっちゃうから当たんない。なるべくアドレスから右膝と右腰の位置を変えないでどれだけ回せるか。あ、それがポイント。そう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 。いくら回ってもいい。あの限界あるもんね。そう。もう肩がこっち向いてもいいぐらいここが止まってたら捻転差をいっぱい作ってあげた方がいい。うん。こうやって回して。こうやって。ここで注意ポイントもう一個言っていい？捻転差ができればできるほど振り遅れますからね。あ、そうなんか。そう、その準備をしてますかってこと。捻転差ができて100点なら100点なほど振り遅れちゃう。0点になるから。それを振り遅れないようにするにはどうしたらいい？言っていいのかな？言わなかった。これですよ、これ。これ。まあ、そう。捻転差ができるじゃない。できてこうやって戻るじゃない。こうやって振り遅れるじゃん。これをなくしてあげるにはっていう手首ここですよ。手首じゃないか。ここ手首。手首。そう。いかにクラブをパッて倒さないでキープできるか。そう。だから飛ばしたいし早く振りたくて捻転差作ってんのに振り遅れたらもったいないじゃない。うん。そのために何をするかっていうことなのよ。捻転差できたよしじゃないじゃない、その次だよね。結構それも多い。見てて超頑張って捻転差作ってんのに残念な結果になっちゃう場合って結構あるから、そうちゃんとした結果に導かなきゃいけないじゃない。だからちゃんと捻転差できてヘッドスピードが増したんだったらこうしっかりしたリストをこうキープしないとダメ。ついてこないんだ。そう、ついてこない、遅れちゃう、振り遅れちゃう、せっかくってなっちゃう、せっかくできたのに。これもね、基本の考えとして持っててもらいたいポイント。今のこと、捻転差ができれば加速するんだから振り遅れるのは当然ですよねっていう。せっかくヘッドスピードが加速できたのにヘアウェイウッドチョロ打ったりとか結構ある。そうすると、うん、めちゃくちゃヘッドスピード速いのに、うん、めちゃくちゃ振り遅れてる人っているの？いる、めっちゃくちゃいるよ。てか何なら速い方が振り遅れるの？ね、俺の同級生の野球部とかそうだったよ。そっか、そうだから横に300ヤード飛ぶから。そういうこと？そう、振り遅れて、だって野球ってこうやって打つじゃない。そうだからもうこれだから。すごい。いや半端じゃないよ。なかなか見れないよ。あんなに横に300ヤード。うん。一塁側の3階席ぐらいまで行くから。やばい。めっちゃ飛ぶ？やばい飛ぶ。本当横に、本当横に300ヤード近く行くから。でもファールだからね。そう。そうね。そう、フェアゾーンに打たないとヒットにならないからね。そう、そう。そういうことだよね。そう。ゴルフもヘアウェイに打たなきゃさ、ダメじゃない。ね、うん。いくら、ね、横に300ヤード、400ヤード飛んでも。そう。そうそうそう。だから、ヘッドスピード52、3とかあるのね、その人。あって、でも、そんだけ振れるのは羨ましいじゃない。でも、そのクラブが振り遅れて、オープンフェイスになって、もう、本当に一ホール超えちゃうぐらい飛んでるから。隣のホールの右側のラフにとかに行くから、だからそれじゃもったいないじゃん。 そうだね、その人フェースまっすぐだったら何ヤード飛ぶのって話なの。それはあれなの、ヘッドスピードが速いからフェースまっすぐにやっぱり戻せないの、速すぎる。ね、戻しづらいの。俺らはゾーンになるけど、うん、46、7のヘッドスピードだから、うん、ゾーンにできるけど、そういう人たちは点だから、ポイントだから、1点になっちゃうから、速いからね、しょうがないのよ。そうだからそれこそタイガーとかさ、ヘッドスピード速いじゃない、松山君とか。ああいう人は本当にゾーンになかなかできないからゾーンにする理論を入れるわけよ。でもそれヘッドスピードは遅くならない、もったいないじゃん、せっかく飛ばせるのに。メリット、アドバンテージ取れない、うん、変えないでゾーンにできるんだ。そうだから、それがシャロースイングとか、この何、左手リードとか、そう、こうダウンブローとか押し込みとか、そういう理論が全てだから。俺さ、今世の中に出てる理論のほとんどが飛ばしじゃないよって言ってるじゃない。そう、それだから、ヘッドスピードが50、48とか50超えてこないと意味のない理論が多いってことなのよ。そう、でも女性でもやるでしょ、こうやって。だから飛ばなくなっちゃうよって。そうだね、ああ、当たんなくなっちゃうよって。そうだね、そう、そうだから結局俺ある程度手打ちでいいよって言って、で相当上に来たらもう手打ちじゃダメですよ、振り遅れてくださいねって言ってるじゃない。で結局こうやってこうやって打つじゃん。要はゾーンにしてこうやって打つから
ヘッドスピードがあっても点にしないように打ってるわけよ。でもなんかそうやってたらヘッドスピード遅くなりそうだけど。遅くなる遅くなる遅くなるよ。1には落ちる。あ、でもそのぐらいで済むのか。済む済む済む。そんな5とか落ちない。だからもう50超えてる人たちがまあ1に下がったところで変わんない、あんまり影響ないから。310が295とかになったってそんな影響ないから。そういう人たちが入れる理論ですってことなのよ。その左手とか、シャローとか、タイガー、松山くんレベルですね。そう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 、そういっぱいいるよ。俺は本気で言ってるから。もちろん早いとさ、だってさ、ミンゴルのあのゲージがさ超早かったらさ、もう点になるじゃん。なる。でもさ、あれがさこうやってゆっくり動いてたらさ、トンって押せるじゃん。押せる。そう、あれと一緒。ドクロばっかだでしょ、ガガッてなるでしょそうだからヘッドスピードが速いとあのゲージが速いのと一緒だから。だからもう点じゃない。点だね。そう、そこを点じゃなくするための理論を入れてるってことだから。それ分かってるかなと思って。そう、速ければいいってもんじゃないけどね。そう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 、バランスというかね。そう、バランス大事。そう、速かったら速いリスクもあるじゃない。なるほど、ね、ってインパクトが点になっちゃう。そう、そのためにいろんなことをみんなやってる。だから飛ばす方ほどそういうトッププロね、そういう理論を入れてる方多いじゃない。最新理論だったりとか、いろいろな理論。それはもともと飛んでるからね。イエスで、飛ばしの中にやっぱりさ、やっぱり車もそうだし、高速とかさ相当なスピードで走ってる方が制御難しいじゃない。そうだね。そう、そういうことしたらさ、やっぱりね、いろいろ変えなきゃいけないじゃない。スイングも一緒でさ、やっぱり300ヤード超えてくると難しいのよ、ヘッドスピード45の人より。だからクラブのいろいろ調整したりとか、そう、ほんと一瞬の出来事すぎるじゃん。だからそこがね、やっぱ難しいんだよね。そこを理解していただければと思います。何でしたっけ最近多いよね、ほんと多いんだよ。膝後ろに引いちゃうよ。間違いない。今回はダフリーの原因のほとんどが右膝右腰が後ろにこう引けてしまうという動画を撮っていきました相当変わっちゃいましたね、話が。そう、でも真剣に言ってます。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。